はいどうも、コーヒーインストラクター1級のトモヤです。今回なんですけれども、こちらハリオさんから4種類新しい商品を購入してみました。今日はこちらを紹介させていただこうと思います。こちらが V60 ドリップアシストという商品なんですけれども、ドリップをアシストしてくれる器具ですね。こういう商品はハリオさんまだ出されたことがなかったと思うんですけれども、これで誰でも美味しくドリップをできるという器具なんでしょうか。実際に入れてみて検証していこうと思います。はい、ということでこちら、今日は V60 ドリップアシスト2013年度ワールドバリスタチャンピオンシップチャンピオンピート・リカタ氏監修の誰でも美味しくドリップできるドリップアシストという商品です。はい、こんな感じになります。では早速開封していこうと思います。よいしょ、じゃん、じゃじゃんじゃん、よっ。おお、クリアでスタイリッシュなデザインですね。なるほど、はいはいはい。ここに周りに穴が開いてるんですけど、この穴は小さい穴なんですよ。真ん中に開いてる穴が少しだけ、太い穴ですね。これはさ、どうやって入れていくのでしょうか。かっこいい、そのバリスタチャンピオンのねサインかな。ちょっとカメラで見えるかわかんないですけど、こちらに、はいはいはい、見えますかね。ありますね。ピーター・リカタ氏さんからのメッセージが入ってます。 V60 ドリップアシストをご購入いただいたお客様へ。ドリップアシストは長年構想していた製品でした。一般的なオートブリューワーは点滴状に注油する機能だけを備えていますが、この製品はさらに使い勝手を良くするために独自に注油パターンを研究し製品化しました。これによりより高品質なコーヒーを入れることができます。蒸らしは中央の大きな穴から勢いよく注ぎ、その他の注油は外側の小さい穴から注いでください。なるほど、真ん中の大きい穴は蒸らし用ですね。その周りのやつは蒸らしの後の段階で使用していくということです。こちらの説明書の方に詳しい入れ方は書いていました。はい、コーヒーの粉は 18g から 24g、 湯量が300から400、油温は97度以上。なるほど、そうかそうか、直接これに注ぐんではなくって、これを1回通すんでちょっと温度冷めちゃうじゃないですか。だから少し高めの温度で抽出し始めた方がいいかもしれないですね。これもしっかり温めてあげてから抽出しましょう。出来上がり量が約 300ml ぐらい。蒸らし用のお湯50から 70ml を中央に入れて30秒待ちます。残りのお湯を外側から連続で注ぎ入れ、中央へ溢れさせます。まずはこの真ん中のところにお湯を入れて蒸らして、ついここに入れるんですけど、ここをタプタプにしてこっちにお湯が落ちてくるようになるまで入れるみたいですね。すごいな、新しい、結構こだわってやっぱり設計されてますね。ただ単に均一に落ちるだけではなくって、この太い穴と細い穴で使い分けて入れるみたいですね。では早速入れていきましょうか。まあ、レシピがあったんですけど、 18g で抽出するんで、出来上がりは 200ml になるように抽出しようと思います。まあ、今回も中細引きで抽出していきます。はい、ということで早速抽出していきたいと思います。これで抽出する予定だったんですけど、これは02ドリッパー、もう一個大きいサイズのドリッパー用だったのでつかないので、02ドリッパーで抽出していこうと思います。こういうことですね。まずは通常通りペーパーを一度お湯で湯煎してあげましょう。湯煎というか、まあお湯を通してあげる。これでペーパーの臭みが取れて、下のサーバーが温まってくれます。はい、これで準備ができたので、こちらセッティングをしてみます。こんな感じかな。あ、じゃあ粉入れな。粉入ってへん。はい、
今日は 18g ね使用していきます。チューバソビキで引いてます。これ本当はお湯で温めてあげた方がまあベストはベストなんですけど、沸きたてのお湯でやってるんでこのままいきますね。ちょっとバランスが難しいですけど、なるべくまっすぐにしてあげた方が多分均一に抽出できると思います。斜めってる？難しいなこれ。あ、ほんまや、斜めになってるな。これ横から見ないと素材がクリアなんで分かりにくいですね。こんなもんかな。せやな。まだ？いや、いけ、うん、よっしゃ、では抽出していきます。はい、まずは真ん中に注ぐんですよね、確か。いきます。もう入れるだけですよ。分量とかも書いてたんですけど、一応下に落ち始めた段階で止めてみますね。ちょうど落ち始めたので止めてみます。だし30秒ぐらいですね。ちゃんとしっかり蒸れてますね、うん、全体にかかってます、ちゃんと。はい、あとは蒸らしが30秒終わったので、あとはもうここに入れていくだけですよね。見えてるかな、カメラで。ちょっと曇ってあれやけど、あの出てるのはちょっと分かるかな。おお、結構落ちちゃうねこれ。どんぐらいやったらいいんやろな。これ真ん中に落ちるまでに結構時間がかかってしまう。ちょっと一回止めますね、これぐらいで。何かな？なるほど。じゃあ200になったので止めます。あ、でもいいぐらいの時間です。中細引きに引いた 18g の粉の場合は、だいたい今の入れ方だと1分45秒とか、1分45秒とか1分50秒ぐらいがベストなんですけど、今ので1分40秒ぐらいで出来上がったので、なかなかいい感じの時間で出来上がりました。では早速飲んでいきたいと思います。はい、では飲んでいきまーす。よいしょ。お湯が落ちるときにちょっと高いところからバタバタバタと落ちてしまうっていう印象はあって、少し雑味出てるんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど、あと割と落ちるスピードが速かったっていうのがあったんで、普段普通のハンドドリップでよく飲んでるコーヒー豆と同じコーヒー豆今回使ってるので、いつもと比べてどうなのかっていうのを評価していきたいと思います。合格です。マジ？めっちゃ上からやけど。あ、でも美味しい、うん、はい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 、うん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 、甘さもしっかり出てるし、僕のイメージの中で合格点は超えてるっていう感じですかね。まずいいところから言うと、甘さはしっかり出てます、フレーバーもしっかり出てます、あとは水っぽくないっていうところがいいところです。もうその時点で僕の中では合格点は言ってるんですけど、めちゃめちゃ細かいところを言うと、お湯がバタバタバタっと一気に全体に落ちてたので、若干後口がちょっと気になるかなって感じですね。中細引きで入れる場合って、ここからこういう感じで入れるんじゃなくて、ゆっくりこう回してあげる方が雑味が少なく出来上がるんですよね。で、そのコントロールが1個できないっていうデメリットがありますね。ただ全然美味しくは誰でも入れれると思うので、初心者の方にはおすすめかもしれないです。普段めちゃめちゃもう細かいところまで味こだわってるって方は、もしかしたらこれだとちょっと物足りなくなっちゃうのかなっていうのは思います。はい、
まあね、均一に注げるっていう点はすごく素晴らしい点だと思うので、これでちょっとゆっくり入れてみるとか、まあ、いろいろ工夫によって味も変わってくると思うので、プロの方にとってはこれで均一にこう抽出をできるという利点だけを使って、またちょっと新しい味わいを作り出せるかもしれないですね。初心者の方にはもう合格点はいくぐらいの味は出るので、ぜひ使ってみてください。毎回毎回同じ味を出せるっていうのはすごい利点ですよね。なかなかコーヒーって難しいのが、味の一貫性が出ないっていうところが難しいと思うので、これを使ってね、毎回毎回美味しい同じ品質の味わいのコーヒーを作ってみてはいいんじゃないかなと思います。別のハリオさんの新商品を紹介させていただきますね。3つ新しくドリッパーを買ってみました。今期新しく出た新作のドリッパーばっかりなんですけれども、結構美味しく出来上がったものばっかりでしたんで、概要欄の商品ページから飛んでみて見てみてください。こちらの一つ一つの器具の紹介動画も僕の YouTube チャンネルで撮ってますので、そちらも合わせてぜひ見てみてください。では、今回はこの辺で終わりたいと思います。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。